今回は、蒲田行進曲。監督は、深作欣二。1982年の作品です。時代劇スター、銀四郎は、映画会社の上層部から身辺整理を申し付けられ、妊娠中の愛人、小夏を、射程で大部屋俳優の安に押し付けます。落ち目にはなったものの、美人女優の小夏と席を入れ、しゃかりきに働き始める安でしたが、果たして、というお話です。出演は、平田満、松坂慶子、風間森をほか、舞台はなぜか松竹蒲田ではなく、太秦の東映京都撮影所。当時は全くの無名だった平田を主役に抜擢し、この年の映画賞を席巻した話題作です。